れても安全とは限らん。誰が迷い込むかわからないからな。酒井様、その説はどうも。酒井様。ノリオ、他の層はどこだ。村の薬師を訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか。方針が猛虎に従ったおかげで。抗う者は殺し、従う者に褒美を。やつらのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。どこへ行ったかわかるか。茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。仲間は無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。道理が通じぬ獣ですよ。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。酒井様、見つけました。沼の方へ行ったか。よし、方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。方針はどのような僧だ。佐護で流行り病のあった時、顔や手足が腐り、皆から見放された病人を進んで手当てするような男です。大した男ではないか。方針曰く、僧兵は怒りに駆られていると。ですが私の薙刀は少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残れ。ソーラが捕まらぬようにな。
べって。死にたくない。チンハルゴー、テントハルワーチュエオンナスバトンジュ、こっち滑り、ミワハリスクルされるだけです。助けて。動くな。欲しいものをやる。飯を探していただけなのに。蘇ったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。時期に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。皆無事か。怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に。腕利きの薬師ゆえに使い出があるのだろう。口裂かしいからかも。猛虎を怒らせたと。方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。